コロナ関連の交付金ではですね、国からのお金で各自治体がいろんなことで使ってくださいよということで、河南町ではですね、生理の貧困ということで、佐々木喜恵町議が頑張って生理用ナプキンの無料配布だけではなくてですね、公共施設の公衆トイレですね、そこであったりですね、これ小中学校の保健室というのはね、ぜひこれ個室に置いていただきたいんですけども、そういうことを置くようになりました。コロナ関連費用で50万円予算がってこう書いてますよね。災害備蓄品を流用するというようなことはですね、岸和田でも、私も言うてましたし、公明党の松本議員や南議員なんかも別個で言うていただいたりしたので、パックとしてですね、差し上げるということをやっておりますね。これ公衆トイレに、ね、置くというのはこれなかなか画期的やなと思うんですけども、で貝塚市なんかでは別のコロナの分でやってましてですね、これがまあ厚生労働省のやつですね。こういうやつとはまた別にですね、これ子育ての一人親の方への給付金というようなことでですね、これ5万円ということになってます。これは申請が必要なんですけども、こっち側未成年の方へプレミア商品券の配布ということで12,000円、これは画期的なんですね。普通は取りに来てくださいよ、申請してくださいよなんですけども、ここは簡易書き留めで送りますよと、12,000円、申請もいりませんというようなことになってますね。で、障害を持っている方に対してもですね、同じように、これ成人の方ですね、子どもさんには12,000円ということで、未成年の方にはもう全員にということで、成人の方には障害をお持ちの方に対して12,000円のプレミアム商品券ということで、これも同じように申告不要ということになっております。で水道代についてなんですけども、ここはですね、水道代の減額をやってたんですけども、これ昨年の10月まで、まあ、一応延長はしたんですね。4月までにしたもんを10月までまた半年延長して、さらにですね、これ、今年の4月まで延長してます。基本料金の半額ということになっておりますね。で、貝塚市の水道の値段なんですけども、これ大阪市のページでね、書いてるんですよ。なかなか見にくいんですけどもね。下の方でやればですね、43市町村で平均よりも、これ貝塚ここですからね、大阪市が一番安いんです。ただこれはもう間違いなく、これ施設が古いのでやり替えをせんとあかんので、えげつないことになりますよねということを言われてます。で枚方水田があって貝塚ということで、まあ負荷の中で4番目に安いということになってますね。岸和田は平均よりは安いんだけど、まあこの辺ということで、なかなかこれ分かりにくいでしょう。で、これはどこのやつだ、富田林か、富田林市のやつですね。富田林のやつは数字で非常に分かりやすくなってますね。これ見ていただいたら、貝塚2365円ということになってますね。で隣が2624円岸和田ですね、ということになってます。それはまあ言うたら、それは町村よりは安いやないかいということにはなるんだけども、そやけども、まあ泉市なんかでも岸和田やり安いですね。岸和田っていうのは 100% 風の水道ですから、自主水源を捨てた町ですからね。泉市は自主水源を持ってるんですよ。和田の浄水場やったかな。で貝塚も、地下水とですね、川の水というので自主水源を持ってます。貝塚と岸和田の山は同じように葛城山ということでなってますから、なんで道一本隔ててですね、まあ、貝塚に行けば自主水源があって、で岸和田は自主水源がないねやと。で牛滝やそぶらの方へ行けばですね、非常にきれいな水ですから、自主水源がないと災害の時に非常に困るということで、高石、泉、大津、泉が持っている光明池の自主水源、仙北水道ですね、あれを廃止を昨年の3月議会で決まりましたけども、その時には廃止絶対したらあかんでというようなことでも私はずっと言うて回ってましたけども、まあ、自主水源を捨てる町なんですよ、岸和田はね。そう考えれば貝塚の方がですね、自主水源をちゃんと保持して、しかも金額も安いということになってますね。こっちでもそうですね、分かりやすい
ですね、これ枚方のホームページです。これもうちょっと詳しいかな。だけどまあ20立方がだいたい一番安いやつですからね。ここで順番がまあ出てきますよね。で岸和田16位ということになってます。で泉が10位やったかな。泉さんの28位と低いんですよね。泉大津も高い方ですね、31位ですからね。で貝塚市は5番目ですよ。5番目ね、5番目に大阪府下で安いということになってます。こういったような料金についてですね、これを民営化をすれば、まあもちろん値段は上がっていくに間違いないんです。だからそういうことをやるのが維新の政治であるということをですね、この市長選挙で市長が変われば、そういうふうになっていかざるを得ないというふうに考えております。金持ちさえ生き延びれば、まあ税金をですね、払えないというような苦しい家庭、しんどい家庭、そういうような方々についてはもう市民ではないというふうに考えておる。ほんまにね、人の首をぐいぐいと真綿で首を絞めるようなね、そういう維新のものの考えに賛同してですね、この貝塚の水道料金、これ自主水源もやめて、で、この負荷で5番目に安い、この料金をですね、もうほっちらかしてですよ。しかも、皆さんにですね、このようにですよ。いろいろコロナの給付金をですね、このような形で市民の皆さんに分配をするというようなことも、もうこれもやめちゃと。そんなことよりもどっかの開発に使ってですよ、で土建屋さえ潤えばええんだというようなものの考え方の維新にすればですね、市民の皆さんからすれば、いやいやこんなはずじゃなかったのにというのは、まあ、岸和田見ていただいたらよう分かる話ですからね。でもう一度言うときますわ、これゴミ袋です。私も選挙の時によう言うてます。これ大阪府のホームページですよ。でゴミ袋の有料のところこんだけあるんです。選挙の時にもずっと私言うてましたけども、大阪で一番多い人口の町どこですか。大阪市でしょ。270万人ですよ。ゴミ袋凍てるんですか。凍てませんよ。次は堺市でしょ。83万人ゴミ袋凍てませんよ。ということは、なんでそういう大きなとこがね、ゴミ袋、ゴミの収集に対して無料でやってるにもかかわらず、他の小さい市が有料でやるんやと、そういうところに問題はあるというふうに考えてはおります。ところがですね、まあ、有料にせざるを得ないというようなね、これ赤字補填には全然足らないんでね、まあ、有料にすることによって、ビニール袋を有料にしてんのと一緒ですよ、コンビニでね。あれによってですね、やっぱりゴミの減量化というのも、まあ、わからんではないんですよ。せやけども、そんなことせんでもゴミって減るやんかということですよ。まあ、導入前から導入直後ドーンと減るね。これただ岡だけ上がってんのは、これ多分ね、ただ岡はマンションができたとかそういうことじゃないんですかね。だから総量が増えてると思うんですよ。そうでなかったら、総量って総務省のデータも見てますけども、総量は日本全国でも減ってるんですよ。だからこそ、これまあ、ただ岡多分、まあ、住む方が増えたから人口増えてこう上がってるんじゃないかなというふうに、何らか別の要因があるとは思いますけどもね。でも基本的にみんなこう下がるんですよ。こう下がってるでしょ。全部見てください。全部下がってますよね。下がって定位安定というふうになるのが当然やというふうに考えてます。でこれをですね、一番先に、まあ、悪い例を出してきたのがもうここですよ。岸和田ですよ。ね。で高いんですわ。でここなんか見てください。もっと早うに入れたとこはあります。ただしここらではですね、指定配布枚数があってただで配ってるわけですよね。で配った後でこれで足らんねやったらゴミ減量に寄与してませんよねと、ほんならシール買うてやというようなやり方なんです。一定量ただにしてるんですよ。で町会なんかに入れば何枚かを配るというようなやり方もあったりします。岸和田も当時はそれでやってました。平成14年2002年ですね。でところがですね、これ2010年の時にですね、いやいや1枚なんぼで買うたらええないかということになるんですよ。で岸和田は貝塚と一緒に燃やしてます。岸貝クリーンセンターですね、両方から議員が出てですね、そこでゴミ業者についてどうするんやということもやっております。
で、そんな中でもですね、岸和田にあるから地蔵浜でね、岸和田の議員が行く方が近いわけですよ。せやけども、そんな時でも、まあ、長野公平市長は遅刻をすると。で、まあ、江田信美、まあ、市議であったね、今府議ですけども、彼も遅刻をすると。で、貝塚の方の市会議員から、お前らの方が近いのに何しとんやと。いうふうに怒られるというようなこともあったりするわけですけども、市民の皆さんにとってはですね、まあ、遅刻をするのも問題ですけども、この値段見てください。1リッター1円です。45リッター45円ね。これが、まあ言ったら西日本で一番高いというような値段になっておるわけです。ここも池田市も高いですけど、これ指定枚数を超えるときですよ。これ40リッターやったら、ほんま、岸和田ラインであれば40円ね。これ32円ですよ。で、こんなことをするからですね、後からやってきたね、これ泉南市はもう骨格予算しか組めないような、えげつない真っ赤っかの市案ですよ。岸和田よりひどいです。ここも45円。ここは岸和田よりは早かったわけですね。阪南もかなり財政状況は悪いです。で、2010年に岸和田はやってますよね。で、岸和田がやっぱり基準になるって言うんですわ。いろんなとこで、南大阪ですね。自治体で話をしてたらね、泉と岸和田人数が一緒やないかい、泉の職員にも聞きました。そしたら泉の職員は、いや、やっぱり岸和田の方が基準になってるんやでと、泉の職員でも岸和田にもの聞いたりするというようなことがあるというようなお話を伺いましたけども、その中でですね、貝塚見てください、これね、これ更新してないからこの値段になってますけど、確かに今これ20円のはずです。45リッターですよ。これ見てください、45リッター9円やったんですよ、初め。むちゃくちゃ安いでしょ。で、どうなるかと言うたら、岸和田の人は武蔵とかに行ったらですね、岸和田と貝塚と両方置いてたりするわけですよ。で、貝塚と値段が5分の1違いますから、どっち買います？武蔵で貝塚のゴミ袋を買うときに、あんた岸和田市民やねんから貝塚のゴミ買うたらあかんがなとは言いませんよね。ほんでどうなるかと言うたら、私はこれ推奨しませんよ。全く推奨しないし、これ違法やというふうに言わざるを得ないんだけども、市民感情としたら貝塚のゴミ袋に入れて貝塚に出す。岸和田の、ラインとですね、貝塚のラインとが非常に入り組んだそんな町も、岸和田と貝塚の越境のところ川でバーンと隔ててるとかね、そういうことではないわけですよ。さあ、岸和田と泉大津みたいにね、そうなってないようなところがあるわけですから、ほなら貝塚の袋買うて貝塚のところで出してるというような話も市民からも聞きますわ。だから、それが岸和田の人が貝塚のところで相乗りしてええんかと。それを呼んでんのが岸和田のむちゃくちゃな行政だから、ここがだから20円ですからね。今9円ちゃいますね。今20円に上がってるんです。原油が上がってるっていうのでね。で、でも半分以下ですから、それは備えする気持ちもわかりますわ。で、それを私が選挙の時にバンバカバンバカ言うたら、長野公平市長はどない言うてきたか。藤原辰夫貝塚市長に言うたらしいです。値段上げてくれと。貝塚の値段を上げて岸和田に揃えればですね、ゴミ袋のことを高平が言わんようになるんやということで、藤原市長に言うとるんですけども、アホかという話ですよ。公平のような高いところでね、やってる値段の高い。だから、それは後からできたとこ見てください。これね、もう、こう、泉なんかでもこう合わせるわけですよ。ね、泉大津でも一緒です。泉大津でもまあ同年ですけどもね、合わせるわけですよ。こないして合わせたらあかんがなと。高いしはちょっと高いけど、これ指定配布枚数がありますからね。だから、そういうむちゃくちゃなことに合わせていくというのが、これ維新姿勢であってですね、もちろんそんなことは貝塚市は飲みませんから、なら45リッターのやつを今20円で頑張ってやっていただいておるわけですけどもね、そんなやり方がですね、しかもその公のところでね、言うんやったらいいんですよ。公の会議の中でですね、貝塚市も、ゴミのところ、クリーンセンターのね、あそこの議会のところで、貝塚市も値段上げてくれと。岸和田市ばっかりが目立つやないかいということを言うんだったら、まだ話わかりますよ。ただそんなこと言ったら、貝塚市側の議員なんかは、ええ加減にせえよと、自分らが住民サービスをないがしろにしておいてね。ほんで、きちんとやってる貝塚のところに対してですね、自分とこの住民サービス悪してくれって言ってくるっていうのはどういうことやねんと
というので、まあ、劣化のことが起こるというのは想像に難くないわけですけども、そんなことをよう言わんからですね、首上同士こそっとね言うたところでですよ、そんなもん聞けるかという話ですよね。で、この値段を下げれというのはですね、数年前にも3月議会ですね、3月議会のところで予算を審議するところで議会がですね、委員会報告としてですね、ゴミ袋の値段下げれということは言うてます。まあそれを言うたけども、その後はずっとやってないんだけどもね、2018年やったかな。だから私がずっと言うてますから、だからそれ下げれというのを委員会も言わざるを得なかった。で、昨年の時にはですね、3月議会なんかでゴミ袋を無料で配布をせえということを長野公平市長に議会から言うております。これは私もそれもちろん言うてました。で、これはコロナの金がですね、交付金として国から出てくるというのは分かってたからですよ。だからその金使ったらええやんかということで言うたのに、長野市長はですね、まあ、公平はそういうとこの情報がないのかなんか知りませんよ、私でも分かるようなことの情報が市長であるにもかかわらず、維新という公党であるにもかかわらずですね、野党でなく与党ですみたいなことを馬場君が言うてるんですよ。そんなんでもですね、情報が入ってないのか、ゴミ袋をそんなまかれへんって言うわけですね。ところが2ヶ月ほどした5月にはですね、600リッターを市民の皆さんにまいたでしょ。だから初めからコロナの交付金かかってくんやから、その金でやっとけよって言って言うてんのに、それでもそれは分からんわけですよね。それぐらいだから政治に対して一市民である私でも分かるようなことすら分からないようなものが市長をやってたら、あれ3月にやってたらですね、まあ4月にはもう巻いてたわけですよね。だからそのタイムラグ、まあ、数ヶ月ですから、まあ、そんなにね、大きな被害は市民にとっては出てないでしょうけども、それでもあれ一回切りちゃいますか？あれずっと600リッターを延長延長延長で何回も何回も私はしますよということでやってませんからね。その岸和田と比べたら、いかに貝塚がですね、その住みよいというかね、市民のことを考えて藤原市長がやってきたかというのがようわかるわけです。これが維新になればですね、岸和田よう見てください、住民サービスが上がったことなんか長野市政になってただの一つもございません。そういうようにですね、住民の首をぐいぐいと締めていきますというような公約になった中核市はですね、穴も初めからできるわけないというふうに市役所の職員も全員思ってた、議会も全員思ってた、私ももちろん思ってた。で、そんなもんできるかいっていうことはずっと言ってたんですけど、ただの一人だけがですね、できるんやできるんやって言うてですね、市民の皆さんなかなかその行政の仕組みわからんとこがございますから、まあ市長が言うんやからできるんやろうということで、まあ応援なさった方もおられるでしょう。あれ中核市になってたらえらい目に遭うてますよ今頃。お前ね、保健所であったりとか、児童相談所、これも岸和田に、大宮にあんのが貝塚の方に移転をするわけです。これ大阪府ですけどもね、岸和田なんかに置いてられへんから貝塚に行きまんねえ、さようならということで、大阪府からも見限られるんですよ。大阪府の府知事って誰ですか？維新ですよ。維新で岸和田市長維新なんですよ。今貝塚の市長は維新じゃないんですよ。それでも見限られて岸和田から貝塚に行く、そういったようなことがあるわけですよね。コロナになって、もしあれ中核市にあの時2018年19年の時になっておればですね、今頃岸和田市内は大阪府からも保健所持ってんが自分らでやりやと、あんたら中核市やろというふうに言われますから、まあ今であればですね、大阪府様どないしまひょうって言うてた、まあまあまあええわけですわ。公平はね、現場の職員は違いますよ。だからその考えたら、その時に長野公平が市長としてコロナに対して保健行政などの舵取りもするようになればですね、さらに地獄を見るというようなことが、まあ、大阪府がやってくれてることで、そこは逃れられた、免れたところでございますけども、このゴミ袋一つにとってみても、コロナ対策のこういう交付金の使い方一つとってみてもですね、いかに岸和田がむちゃくちゃ、維新がむちゃくちゃで、貝塚がですね、人口は岸和田よりも随分少ない人数ですけども、それでも市民に対してですね、いろんな形で目が行き届いてやってきたか、これが維新市長になれば岸和田のように間違いなくなるんですよと。貝塚の皆さん、今はええから分からんのか知りませんけども、どうぞ維新市長になってええと思うんであれば、岸和田の
お友達なんかに、岸和田維新支持長になってどうなったんやと高平言うてるけども、ええことあるやろ、ええことあるやろって聞いてみてください。誰一人としてそんなもんええことあるかいというのは間違いないということは太鼓判を押しておきます。